はい、こんにちは、池堀ひそです、今日は横の荒取りですね。ここから見たところの荒取りを見ていきます。前回動画で説明したと思うんですが、まあ、横のシルエット書いて、最低ポイントの5引きをして、さらに荒取りするためにはなるべくモンストを入れた方がいいという話をしたんですが、まあ、結構入ってます、あとは正面の時と同様、まあ、こういった板道具とか道具を使って取っていくわけです。で、1点注意点というかアドバイスですが、結局こういう角材の状態から荒取りしていって、こうシルエットが出てきて正面ということで出てきて、当然この絵も消えてなくなるので、だんだんこう初めての方だと、なんかどこをどのぐらい掘っていいかとか、だんだんこう不安になるところもあるので、1個だけ一応この時点でやっといた方がいいなということは、分かりますかね。正面から見たこの足の位置っていうか、この幅を裏の方に描いておいてください。まあ、この後耳の幅とか、も上の方にこの付け根のこの幅から垂直に延長して、さらに真上のこの小口の方にこう線を描いておくと、後々こういろんな方面から掘って。で、形がよくなるのか、だいぶこう減った時に、分量が減っていった時にどこが耳のこう幅だったのかなとか、後で分かるようになる貴重なこう線になるので、今の時点で足の幅の位置と頭から見てこの耳の幅の位置を書いといてください。動画では割愛しますけども、トライしてみてください。また次回よろしくお願いいたします。キボリストでした。